前期のテスト期間中にジュリにロープを書いたんで、これ新品なんだけど。今ね、今投げて新品じゃなかった。ちなみにケースは新品。ちなみにそれ占有離脱物横領罪によってそれもらったから、お前共犯、不作違反、不作違反、ここに不作違反がいる。 次の曲、今度のために歌います。
次の曲も今野のために歌います。We'll be right back.
らないゲストギター、アッキあ、どうも、来てないの。はいはい、押した、これで押した。お前大ちゃんギター開いたよ、どうする。えらい。まあそんなこんなでね、あのフットサルサークルパッポというものでございます。サークルね、工学部限定。あ、中所いたわ。じゃあこれのバンドでね、加藤純くんと坂上優也くんが引退するのでね、ですね。まあ、引退ということでみんな話してるんで話したいと思います。まず自分がギター部に思っていることは、正直今もなんですけど、そんなあれですね、なんか割と好き嫌いいっぱいあって、なんかようかな、誰か言ってたけど、なんか嫌いなのもいっぱいあるし、好きなのもあって、それでなんか友達の好きなところとか見てるから、なんかこの人たちと一緒にいたいなとか思えたりするのが多くて、そんな人たちがたくさんいる部活だと思ってます。あと、そうですね、この前にいる泉、三春、お前はちょっと違うな、大輔、そう、遠藤だね。なんかそのなんだろう、俺の本当に性格とか分かってくれて、わがままとかすんごい聞いてもらってばっかりなんですけど、そういう友達に出会えたこの部活にすんごい感謝してます。あと、そうだ、塚田もどこだか分かんないけど、おーにも感謝してます。ありがとうございました。アッキーと、あー、良平はあれ、昨日も美晴が言ってたの、俺新刊行ってなかったんですよ。それでなんでギター部入ったかっていうと、この良平がすんごい、なんかそのもともとこれ仲良かった人たちなんですけど、その時に良平が、俺全然もうギターとか全然やってこなかったんで、もう入る気なかったんで、正直野球のどっか軟式の野球のサークル入ろうと思ってて、けど良平がもうすんごいしつこくて、なんか入るでしょ、もう当たり前でしょみたいな。そしてなんかもう押されたら俺すぐ負けちゃうんで、もう押しに弱くて、それで良平に、そうですね、こいつのせいでギター部に入って、えけどなんだかんだ、そう、さっき言ったけど、たくさんいろんな優しい人とかいい人たちに巡り会えたのも彼のおかげなんで感謝してます。 Thank you。 一人ずつ行くの？いいよね。いや、まあもう本当感謝します。ありがとうございました。大好きです。じゃあ、ゆうやくんに代わりたいと、あ、マイクある、じゃあ失礼します。はい、はい。
ずっと大高校入る高校までずっとサッカーしかやってこなくて、今高校の文化祭で友達がバンド演奏してるのを見て、すごいかっこいいなと思って自分も演奏してみたいなと思ってたんですけど、まあ、大学からそんな入る勇気なんてなくて、でも入学してすぐ良平とかアッキーとかマッツンと仲良くなって、でまあさっき順も言ってたんだけど、良平がすごいなんかもう「えっ優入るし当たり前っしょ」みたいなめっちゃ言ってきて、でもそれでもずっと俺はなんか順と違って押しに弱くないんで負けないで「いや迷ってるな」みたいな言ってたんですけど、それ誕生日が4月で、その時に秋広がなんか「おゆうや誕生日プレゼント持ってきたよ」っつって、なんかこのスティックとあと秋広が使ってたなんかドラムの練習パッドをくれて、それでなんかあもうそれちょうどその時順が入部届出しに行くっつってたんで一緒に出しに行って入ることになったんですけど、まあでもそこから入ってまあライブもなんかうまくいかないし、まあ自分の練習不足もあったと思うんですけど、うまくいかなくて、まあ2年に上がってためのドラマーもみんなうまいし、2年もうまいドラマーが入ってくるだろうし、まあ、やめようと思ってて、でも本当に文章も考えていつそれを話すかって考えてた時に、ちょうど良平から本当にいいタイミングでなんか俺このバンドでこの仲良かった淳とか松田のアッキーと引退したいっていうラインがちょうどその時に来て、まあ、それですごい嬉しくて、まあ、両平はこのバンドで結局引退しないっていうすごい裏切られた感があるんですけど、そのおかげでまあ2年になって、まあ、遠藤とか高とか亀井とかなんか本当になんか仲いい友達ができたので、入る後押しをしてくれた秋広と辞めさせないでくれた良平にはすごい感謝してます。でこんな下手くそな俺にライブをするという夢のような機会を与えてくれたギター部にもすごい感謝してて、いろんな人がいるギター部で、多分タメとか後輩とか先輩もみんないい人で、こんな俺をいて大学のいる場所にしてくれて本当にありがとうございました。夢のような3年間でした。3年間さ、だから最後にもう一回バカやって終わろうぜ。卒業できるか分からないけどこの一瞬だけはね、優也と順に捧げます。最後の歌です。
世界が見えますか。ハロー今君に素晴らしい世界が見えます。